おはようございます。速稼塾の久保です。今日は3月29日月曜日でございます。さあ今週からですね、倍で取っていきますよ。また倍ですよ。バイデンさんになってからずっと倍で取ってきました。一時期ねセルに行くんじゃないかなと思いましたけどね、やっぱり倍ですね。大きな流れはぐっと買いの方に向かってます。今日はそのあたりも解説していこうと思います。では週が変わりましたので週足から見ていきます。どうぞ。これが週足でございます。以前引いた黄色いこのゾーンがありますよね。今そのゾーンに達してそのゾーンをぐいぐいと突っ込んでいってます。特にですね、私が好きなのはぐーっといった後に一旦この陰線で押し目を作って勢いをつけて N の字を書いてこの黄色ゾーンに突入したということです。この勢いはきっとここを突き破ってくるんではないかなと思いますよね。110円111円の方向に行くんではないかと思います。はい、次ですけども、やっぱりねデイリー見ていかないといけないですね。デイリーは先週引いたこのレジサポラインを突破しましたってことでございます。ぐーっといった後突破しましたよね。あれなんか変な線になっちゃった。こういう風に言って一旦立ち止まってもう一回トライしたけどダメで、もう一回トライしたら抜けたって形でございます。 W へ右辺が強い、これもまあ、違うな。これは W 辺が強いと違います。すいません。 W の場合は真ん中がこのぐらいですよねはい、失礼しました。じゃあ次4時間を見ていきます。あれ印刷になっちゃった、コマンド間違いですね。情けない。あれちょっとずれましたね。なんだろう。はい、4時間見えますかね。4時間です。4時間なんですけども、先ほどのデイリーをもうちょっと細かくしたやつですね。ここにレジサポラインができていてなかなか超えられなかったんですけども、これを抜けて移動平均線も3本とも上昇のアリゲーターラインを書いております。ここから下ヒゲを大きく出して陰線が出てますから、まあ、上に向かっていく勢いを感じますね。で次1時間なんですよね。1時間なんですけども、垂直トレンドはここで起きてます。上昇ぐーっと、そして一旦押し目を作って、今見えますかね、若干窓みたいなのを作って今週が始まったんですよ。この窓埋めは多分入るでしょうけども、窓の距離が短いですからきっと上昇の方に転じてくれるんではないかなと、まあ、そういうふうに思っているところですね。今日はこのネックラインを超えるところを見かけたらバイで入ろうかと思いますね。はい、ということでいかがだったでしょうか。あ、もうね、何ロスカットを激しく食らうまではもうバイの方で構成かけていく、それしかないと思います。もうすぐ4月になりますけども、4月も当然買いの方で私はね利益を積んでいこうかと思いますよね。さあ月末になったら3月のどのぐらいの利益が出たか締めていかないといけないですね。はい、それで、ね、ちょっと一つ宣伝があります。 FX の相場解説をご覧になっていて、 FX をねちょっとしっかり学びたいんだけども、何かそういうふうな講座とか本とかそういうものありませんかというお問い合わせ、久しぶりにいただきました。速稼塾の中ではね FX の基礎講座っていうのをやっています。この基礎講座っていうのは FX に必要な用語を3ヶ月かけて1日1分ぐらいの、音声解説、動画解説でお送りするメールマガジンです。こちらの方はですね、29万8千円で去年お出ししたんですけども、現在ですね、ちょっと価格を抑えて9割引き、2万9800円で提供させてもらうということになりましたので、お申し込みの方はご連絡、メールの方でいただければと思います。そしてですね、現在、FX の基礎講座中級編をやっております。中級編で学べるのは何かっていうと、エリオット波動とフォーメーション分析です。そして付随してですね、ゾーンという概念と逆田語法、こちらの方も学べるようになってますので、よろしかったらねこちらの中級編の、この中級編の方はね価格9万8000円でお送りしております。そして速稼塾の塾生さんは2万9800円ということになってますけどね、違うな、すいません、違いますね。速稼塾の塾生さんは9万8000円で、速稼塾の塾費を全額払った人は2万9800円でございます。そして一般の方はこれで、ね、29万8000円、これで申し訳ありませんけども、中級編は
かなり本格的にやっております。そして週に1回から2回の講座になってますので、講座がない間ね、ウィークで月曜日から金曜は私へどんどんご質問いただく1週間とさせていただきます。それでは宣伝も終わりましたので、今日の相場解説は以上でございます。頑張ってください。